ジェームズ・クラークロスは、イギリスの極地調査船。イギリス南極研究所によって運用され、生物学、海洋学、地球物理学にわたる科学的調査を行うとともに、イギリスの南極基地に対する人員、物資を輸送にも使われる。船名は19世紀の極地探検家、ジェームズ・クラークロスにちなむ。RRS ・ジェームズ・クラークロスは、RRS ・ジョン・ビスコの代替として、 スワンハンター像戦所で建造され、1990年12月1日に女王エリザベス2世紀の手によって浸水した。フォークランド諸島のスタンリーを母校とする。本格的な採氷能力は持たないが、厚さ1メートルの1年氷であれば2ノットで、構想可能な対氷性能を持つ。 推進機関はディーゼルエレクトリックの一軸推進で選手及び船尾には360度旋回するスラスタを持つ音響センサーへの干渉を避けるためノイズ軽減に配慮した設計となっている200用に全甲板には20トンクレーン5甲板には10トンクレーンを持つほか調査機器を運用するため隠しクレーンとウィンチを備えている 船内には6つの研究室に加えて、作業エリアと標本を保存する冷凍室があり、さらに前後甲板に合わせて5つのコンテナラボを搭載可能となっている。観測機器としては、エコーサウンダと超音波流速計のほか、深さ30メートルまでの地質サンプルを採取できるピストンコアラー、海底下の地質構造を調べるため、反射法地震探査システムのエアガンアレイなどを、 装備している。また、サウサンプトン海洋学センターの魚雷型海中ロボットオートサブ -2 を2001年より運用し、従来は観測が困難であった南極の棚ゴリを含む広範囲な海中環境が調査可能となった。南極沖網のバイオマス量、気候変動による棚ゴリ部の誘拐などのデータ収集に成果を上げたが、2005年2月の フィンブルタナゴーリーカの調査中にオートサブマイナスには失われた。現在はその改良型で4 0 0トルの海中航行が可能なオートサブマイナス3が南極海の調査に投入されている。南極観測基地への補給任務にはボスが運用するもう一隻の RRS アーネスト・シャクルトンが主として従事しているが RRS ジェームズ・クラークロスも 一般貨物1500立方メートルの輸送能力を持ち、そのロジスティックの一端を担っている。2020年には、宣令30年に達することから、砕氷能力を強化し、ヘリコプターを搭載するより大型の代替船を建造する計画が2億ポンドの予算で進められている。ありがとうございます。